皆さんこんにちは、地球がジムフィットネスセントヒロです。今回もご視聴そしてガーキントレありがとうございます。ということで今回はスクワット100回やっていきましょう。皆さんご存知でしょうか、筋肉の実は7割約 70% が下半身に詰まっているんですね。この筋肉をたくさん動かす今日のスクワットをやることによって基礎代謝がまず上がります。この基礎代謝が上がることによって普段何気ない生活をしていてもいつも以上に脂肪が燃えてくれるんですよね。それは全身の脂肪やから気になるお腹の脂肪もどんどん燃えるようになってきます。ということで早速今回スクワット一緒に100回楽しんでいきましょう。それじゃあ早速やっていきますよ。スクワット、まずスクワットはですね、足は肩幅に広げてください。そしてつま先が少し外向き、お尻を後ろに突き出すようにしてしゃがんでいきます。この時にイメージしてほしいのが、小さな椅子がお尻の先にあると思ってください。後ろにある小さな椅子にお尻の先をちょこんとつけるようなイメージでお尻を下げていきます。そしてお尻を締めて体を持ち上げる。常に体幹は下腹で固定してやっていきましょう。さあ早速今回10回ずついきたいと思います。しっかりと地球を蹴り上げて、そして全力で体を持ち上げていきましょう。さあやる気高まってきたんとちゃいますか。こうやって自分のやる気って高めれるもんやと僕は思ってます。しかもただでやる気高めていきましょう。ということでいきましょう。続いて2セット目いきたいと思います。お尻を後ろに突き出すようなイメージで、小さな椅子がお尻の先にあると思ってください。その先にちょこっとお尻の先をつけるようなイメージで、そして地球を全力で蹴り上げていきましょう。めちゃくちゃいい感じじゃないですか。めちゃくちゃいい感じですよ。じゃあ今回のスクワット途中でペース早めたりします。だからめちゃくちゃきつくて最後までできない人も中にはおるかもしれないですけど、大丈夫です、安心してください。筋肉は何歳からでも成長することができます。だから今の自分ができるところまで頑張っていくことを続けていけば、いずれ簡単にできるようになってくれます。目標があればできるまでできることをやればいいだけなんですよ。さあ続けていきましょう。人生はいつだって主役はあなたですから、あなたが高みを目指せれるために成長させてあげましょう。さあ自分の歩幅で一歩ずつしっかりと地球を蹴り上げて、自分のできるペースで頑張っていきましょう。いや頑張るか頑張りまくるか、お好きな方をお選びください。ということで残り60回となりました。めちゃくちゃ気持ち上がっていきませんか。これは実は理由があるんですよ。下半身の筋肉は 70% あるって言いましたよね。この 70% の筋肉を動かすことによって血流がもう爆上がりしていきます。だから今ポンプのように全身に血流がポンポンいってるんですけど、そうすることによって脳内にもしっかりと血流が行き、集中力、やる気、そしてメンタルが爆上がりしていきます。気づいた方がいらっしゃるでしょうか。ミュージックチェンジしてあります。ペースが速くなっておりますので、少しここ頑張っちゃってください。そして休憩はその代わり15秒長くしておりますので、5秒間長くしております。さあやるかやりまくるか、さあ上げていきましょうかということで残り50回しっかりといきましょう。じゃあお尻を後ろに突き出すようなイメージで、地球を全力で蹴り上げまくってやる気高めまくって、しっかりと下腹で固定させていきましょう。おへそから下10センチ下あたりでバチッと体幹を固定させながら、お尻を後ろに突き出すようにしながらやっていきます。よっしゃラスト1回 OK 15秒間休憩していきます。ナイス。ということで残り30回となりました。さあ目標を達成させるためにできることをできるまでやったる。さあレッツゴー。お尻を後ろに突き出すようなイメージで、そしてお尻の筋肉を使って、そして太ももの筋肉も使って、地球を全力で蹴り上げて上からのしかかってくる重力跳ねのけて、さあ逆境に打ち勝て、レッツゴー。ということで15秒間休憩していきます。めちゃめちゃええ感じじゃないですか。ということで休憩時間も残り5秒となりました。さあ続いての10回に向けて集中するか集中しまくるか、お好きな方をお選びください。
さあ行きましょう。しっかりとお尻を後ろに突き出すようなイメージで、めちゃめちゃええ感じですよ。めちゃめちゃええ感じ。残り2回、1回、 OK ナイス。ということで15秒間休憩してラスト10回、一緒に地球のみんなと一緒に頑張っていきましょう。よっしゃー、ラスト、やるか、やりまくるか、いくぜー、レッツゴー。お尻を後ろにつけ出すようなイメージで、体幹しっかりとしたバラが固定させながら、地球を全力で蹴って蹴りまくる。口角まで上がってきた、やる気も上がってきた、脂肪が爆燃え。オッケーナイス、お疲れ様でした。マジでお疲れ様でした。ここまでよく頑張って、自分に大きな拍手、そしてナイスって褒めまくってあげてください。もしチャンネル登録はまだの方、よかったらチャンネル登録お願いいたします。よかったら筋肉で高評価ボタンポチッと押していただくとめちゃくちゃ嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。